東洋文化研究所の菅と申します。本日も3限目の講義になりましたので、そろそろ皆さんもお疲れかと思います。残り50分、ぜひとも頑張ってお付き合いいただければと思います。本日私の講義のですね、タイトル、民族学から考える動物の恵みと供養。この講座のタイトルが恵みという形で、非常に幸せなことがタイトルに入っているんですけど、私のは副題にですね、殺すことは罪かといういささか物騒なものがタイトルに入っております。若干、否定的というか、ちょっと悲しいお話もしなきゃならない部分が今日はあるんですけれども、このタイトルにありますように、私は民族学というのを専門にしておりまして、いわゆる伝統の文化を研究する学問であります。日本と中国というものをですね、フィールドにしまして、資源という問題を考えてきました。さまざまな資源の問題、文化とか自然の資源のことを考えてまいりまして、その中で私はですね、動物というのを一つの指標というか、重要な題材としてずっと動物について研究してきたわけですね。で、今日お話しする内容がですね、一つが鮭という、皆さん食べたことはあると思いますけど、鮭という一つのお魚ですね。このお魚に関するお話をするんですけども、もうその研究から始まりまして、カモとかですね、カモを取ってやっぱり食べるお話ですけども、カモの資源としてのお話、さらに錦鯉とかですね、中国では豚、羊、鶏といった家畜の研究、そして最近はですね、私、こういう牛でも闘牛の研究をやっています。今日のお話は全くこれとは関係ないお話になってくるんですけれども、全く関係ないということは、実は関係がないことはないんですが、この内容についてはお話ししません。これ私の牛で、これ私なんですね、牛を引いています。これ私の牛で、天神といいます。今年10歳、今から2年前の8歳で、新潟県小千谷市というところでやってます。よく山越と間違えられるんですけども、山越でもやってますけども、実は同じような団体で、隣同士の団体で2つの団体があります。私はこの小千谷の角突きというのの団体のメンバーになっております。で、そこで、この牛を3歳の時で買ってきて、ここにいるんですけど、哲也君という人に頼んで飼育してもらい、7年後の10歳に、今年、去年 2年前に、年間最優秀牛というのを8歳で取りまして、今いわゆる横綱級となりまして、この間の11月の2日にですね、今年の最後の大取りの一番を、横綱戦をつかせていただいたわけです。私の牛島になっているわけですけども、牛島を聞いてもらいたいという話もあるんですけど、実はこの話が私の今日のお話にちょっとつながってくる。これ闘牛3歳の時買ってきて、今10歳なんですね。よくこの闘牛の話をしますと、最後この牛どうなるんですかって、よくこの質問が出てくるんですね。これは確かに最後どうにかなるんです。どうなるかというと、これは牛ですから、最後は食肉処理場に送って、そこでお肉になるわけです。当然これは10歳以上の年、普通皆さんが食べられるのは3歳前後のですね、若牛を食べるわけですね。肉質が柔らかい去勢した牛、あるいはメスの牛を食べるのが、皆さんの家庭に残っているすき焼きの牛なんですけども、この牛はもう10歳過ぎ、多分今が一番のピークです。このあと落ちてきます。体力も落ちてくる、当然年齢を増していく。そうするとこれはいつか、いわゆる角突き、この闘牛というものをやらなくなります。やれなくなります。その時には見切りをつけなきゃいけないですね。皆さんペットを飼ってらっしゃる方いると思います。あるいは飼ってらっしゃった方ですね。ペットという、犬や猫というのは身近な存在であり、自分の身近なところでそのペットのですね、死というものを迎えることができます。ところがですね、この牛というのは正直言って、ここの人いる人たちはこの牛というのを本当に家族のように可愛がります。自分たちの子供のような呼びかけ方をしたり、撫でてですね、丁寧に、まさに家族のように扱うんですけども、しかし彼らはこの牛の死に家の中で迎えることはできないわけですね。それは当たり前です。この牛が突然牛舎の中で倒れてたらどうなるか。1トンの体重があるものをですね、家の中から、牛舎の中から引き出すということは、本当にブルドーザーとかそういうのを使わないとできないわけですね。ですから当たり前ですけれども、この牛が要するにもういわゆる角突き師としての資格を失った時に、その飼い主は見切りをつけて、いわゆる殺すという選択をするわけです。で、私もいつかその殺すという選択を、この10年の間には、10年も持てばすごいことになりますけれども、必ずやらなきゃいけないということ、これは
その牛を飼ってくれる人に、この牛はペットじゃないんだと、必ず最後にそういうことが来るんだ、それを覚悟しているなら覚悟して飼えよと、それなら俺は飼ってあげると最初に言われた一つの約束事の一つであります。ただやっぱり私にとってものすごく愛着があり、ここまで出生してくれた牛というのをやはり殺すという決断をするのはかなり辛いことであります。今日はその殺すということのお話が一つのテーマになるわけですけれども、ただ私は殺すといっても直接この牛を殺すわけではありません。食肉処理場に行っていわゆる処理することをお願いするという形になります。そこには直接この牛を殺すということに携わっている人が必ずいるわけです。自分がやるわけじゃないんですけども、そういう人にお願いしてやるということですね。で、そういう動物を殺すということはですね、まあそういう牛の世界だけじゃなくて、私がずっと研究してきたさまざまな自然と向き合って自然から恵みを得ている人たちがの中では必然的な行為として存在してきた、まあ、そのお話を今日はしたいと思います。今日の講義の内容ですけれども、自然の恵みを享受するときには殺すという行為が不可欠である、まあ、不可避である、避けることができないことが多いと、まあ、その中で日本人はその恵みを授ける動植物たちに、まあ、霊魂、魂の存在を認めてそれを供養するということをやってきました。で、動物の供養、まあ、今日は供養といっても動物の供養であることにちょっと皆さん注意して、供養といってもいろんな人間の供養というのもあります。ただこの供養というのはもともと人間の魂の供養というものがこう動物の方に延長されてくるという、いわゆる動物を人間的に扱ってくる、動物の擬人化というふうに言いますけれども、そういうもののつながりを持っています。で、今日の話は動物の供養ということで、いささか供養というものについて、否定的なネガティブなお話をしますけれども、ちょっと最終前提で申し上げると供養というのは実は二面性があるということを前提にしたいと思います。いいところもある、いいところというか、例えば人間の親しい、自分の親しい人間がですね、亡くなった時にその人を記憶し、その記憶を喚起し、そしてその亡くなった人と対話していくということはできる一つの重要な神的な、あるいは宗教的なシステムだと思います。そういう意味では供養というのは決して、全面否定されるものではありません。ただ一方で、まあ、そういう心の安寧をもたらすものなんですけれども、一方で動物の供養というものを見ていくと、実はこの供養自体がですね、動物を殺すということ、まあ、それが先ほど言ったように動物を殺すということが必然的、避けられないような、そういう人たちがいるわけですね。そういう人たちに私たちは依存しているわけですけれども、そういう人たちの、あるいはそういう行為をですね、行為について罪悪感を抱かせ、あるいは食材意識を喚起する、植え付けてしまう、そういう役割が時としてあるんだと。で、そういうお話をしたいと思います。さらにこの動物の供養というのを題材に、現在もてはやされている日本人と自然との共生思想、まあ、日本人は自然と共生してきたんだというような一つの、まあ、語り口が今日本中で言われているんですけれども、そういうことをちょっと批判的に捉え直してみたいと思っております。で、いきなりですけれども、皆さんは生き物を殺したことがありますかという、逆の質問の方がいいですね。多分ほとんどの方が生き物を殺したことがあると思います。ここ生き物を殺したことがないと断言できる人いらっしゃいますか。いらっしゃったら相当す、まあ、すごい、ことだと思いますけども、ここ2つの重要な意味があって、例えば私ここで生き物というふうに表現しました。この殺すという概念がですね、我々日本語でちゃんと殺すという言葉があるんですけども、そして意味を皆さんも理解できる非常に謙遜とした嫌な言葉ではあります。しかしこの殺すということは 何ぞやということを定義するのは結構意外と難しいかもしれません。まあ暫定的にこう言いました、生き物の生命を絶つ、命を取る行為という。しかしこう書いた時に、今度は生き物とは何ぞやと、生命とは何ぞやという話になってまいります。要するに生き物といっても、皆さんは例えば大抵殺すという言葉を使うときに動物をイメージなされています。植物を殺すとはあまり言わない。うちの団地でも先月草刈りが総出でやりましたけど、あれを殺すというと草の大量殺戮を我々はしたという結構恐ろしいことになるんですけれども、しかしですね、実はこの生き物という中に植物が入る文化、あるいは入る感覚というのはあるんです。実は日本人もこの草木の中にですね、霊魂がある。例えば山形県の置賜地方というところではですね、草木供養塔というのを建てます。木を切った後の林の中にですね、草木に今感謝して、感謝してというか、まあ供養して、供養塔です。そこを考えていくと植物の中にもいわゆる霊魂があるというふうに考えている日本人もいるということであります。
さらにこの命というのがまだ厄介ですね。命というのも一つの概念で、昔生きている時と死んでいる時に体重差を測ったという人がいるらしいんですが、そしてそれが抜けていれば魂の重さだと言えると、いう人がいたらしいんですけれども、またこの命というのも非常に抽象的な、我々が作っていく概念でしかない、生き物もはっきりしない。ですからそういう意味ではこの殺すという行為をですね、きちっと定義づけることはかなり難しいということになります。で、その意味において皆さん必ずというか、蚊を殺したり、ハエを殺したりなさったこともあると思います。あるいは無意識にですね、アリを踏んで殺してしまうということもあったかもしれません。ただこういう直接的ではなくても間接的に関わっている人が実はいる。我々日常生活の中でお肉を食べないという人はもちろんいると思います。ベジタリアンいます。でもお肉を食べる人は当然その背景、お肉の背景にはそれを殺すということに携わっている行為があるわけです。でインドの厳格なジャイナ教徒という、私もよく知らないグループです。この人たちが多分一番世界的に最も厳格な殺すことを避けている人たちだと思いますけど、植物でも球根は食べません。根っこ、それは植物を殺します。でも上の部分は食べていいという、卵も食べません。卵は命のようなものですね。牛乳は OK なんですね。そういう形で厳格に言って、この人たちは虫を殺さないように足に布を巻いて歩きます。そういう、いろんな宗派がこの中の分派はあるらしいんですけど、そういう人たちがやっぱりいる。でそういう人たちにとってみると、この生命を殺すというところは我々ももっと広い概念に捉えられると言えるかと思います。でただ大方のですね、普通のと言い方はですけど、普通の日本人はですね、日常の生活の中で、殺すということをやっていることに意識しません。それは間接的に関わっていることも意識しない、あるいは意識せずに済んでいるということですね。先ほど私、自分の牛を殺すという決断をしなければならないというのは必ず来ると申し上げましたけれども、実際に私がその牛を殺すわけではないわけです。どこかにこう回していくことによって、それを意識せずに済んでしまうということを、システムが出来上がっているわけであります。で、先ほどもちょっとお話しましたけれども、自然から恵みを得る生業、なりわいの奥にはこの殺すという行為がつきまとうということはもう、繰り返し申し上げたいと思います。ですから恵みなんていうことをですね、表面的に自然からの恵みというふうに言ってるんですけど、その背景には必ずこの問題があるということです。で特に動物、皆さんに分かりやすいとか、動物というものを利用する場合、それは必然的に殺すという行為、あるいは殺すという表現ができる。鳥獣の狩猟、最近あまり動物の狩猟というのは盛んにはなされていませんけれども、狩猟、あるいは皆さんお魚大好きだと思います。お魚の取る漁業、そこではですね、必ず殺すという行為があって、その最終操作、殺すという最終操作をもって動物は食品とか製品というものに変換されてくるわけです。こういう言い方したら、お魚食べられなくなってしまうかもしれませんけど、スーパーに並んでいる魚は魚の死体なんですね。でもそういうふうに考える人は多分いないと思います。考える人も全くないと思うんですね。要するにそういう意味では我々は常にこの殺すということを意識していない。ただそれが時に意識されてしまうことがあるということです。でそういうものに携わっている経験豊富な漁師さん、獣を捕る漁師さん、あるいは魚を捕る漁師さんというのは、自然に依存する生活をどんどん長くやられてきたわけですね。でそういう人たちというのは、いわゆる殺しというのが日常的にあり、それに慣れているために、一連の動作として躊躇することなくうまく殺すことができます。うまく殺すというのも語弊があるのかもしれませんけれども、正直言って我々素人がですね、例えば動物を殺そうなんとかしたら本当に無残なことになります。きちっと殺してあげることができるというのがやはりこの漁師さんたちなんですね。でそういう人たちは日常に埋め込まれたこの動物の死というのをことさら意識することはない。さらに感傷に浸る暇もないわけです。魚をですね、どんどん例えばカツオの一本釣りをこうやってる時に、あ1個殺した2個殺したってやったら、絶対そんな漁師はまともな漁師になれないんですね。要するに生活と動物の死とが直結していることが当たり前のことであったということが言えるかと思います。ただしですね、そうは言うものの、この動物の死に直面する人々が、この動物の死というものに対していつも冷静、あるいは冷徹、無関心であったかと、実はそうではないわけです。死に対する意識というのは時々こう湧き上がってきたり、あるいはその湧き上がった気持ちが罪悪感ですね、いわゆる責め苛む心というものが時々偶然起こってきてしまう。でそういう時には、動物に人間と同じく霊魂が宿ると意識し、それを処理しなければならないとする思考が生み出されている。
そこがいわゆる動物を人間と同じように扱っていくという思考がどうやら我々の中にあるようなんですね。これは日本人と言ってもいいもかもしれませんし、あるいは世界的に普遍的な、普遍的って、まあ絶対的普遍ではありませんけれども、いろんなところにこの動物を人間と一体化していくという考え方、動物の擬人化、アンソポモルフィズムと言いますけれども、その動物の擬人化というのが出されてくる。でその時のその処理する思考っていうのが、まあ、今日お話しする供養ということになるわけです。で供養というのは今日はあの例えば弔いとか追善とかエコーとか慰霊とか、実はあの普通は違った意味で使われるようなものをこうまとめて一緒くたに扱っていきたいと思います。ですからあの本当に狭い意味での供養ではなくて、もうちょっと広い意味で使っていきたいと思います。さらに先ほどお話したように今日は動物の供養であります。で供養というのも二面性があって、一面がその先ほどお話したように、例えばですね、自分の親しい人が亡くなったものを供養するという、その親しい人が亡くなったという人の死に自分が直接関与していない人を供養するようなあり方とは別に、自分が直接死をもたらした、死を下したような人がやる供養というのを分けていると、今日のお話はこの後者のお話になってまいります。現在我々当然科学的な知識を身につけているわけですね。先ほどの寺島先生のお話の科学的な知識というのも、我々ああいう専門的な話ももう理解できるぐらいの科学知を身につけています。現代日本人はそれぐらいの知識があるわけですね。でも寺島先生のお話というのは、でも100年前の日本人が理解できたかというと、かなり、何のことやらとわからない部分があります。それは専門用語というよりも、例えば自然環境の認識の仕方とかですね、そういうものが違ってた可能性があるんですね。で科学知がどん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 溢れる現代社会においては、そういう科学知がこう支配していくように見えるんですけども、一方で例えばペットの霊園とかですね、ペットの葬式といった、いわゆるこの供養っていう、動物の供養というのはどん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 盛んになってるんです。みんなが科学的合理性を身につければそういう宗教が衰退するかという、いやこれは全く逆なんですね。で今日お話しする魚の話にしても、魚に死に関する供養というのは近代以降にむしろどん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 盛んになっているという研究が、まあ、田口理恵さん、関心事を聞くと数ヶ月前に突然お亡くなりになれた若い文化人類学者なんですけれども、その人の研究ではですね、建立時期の分かる魚類の供養費というのが、まあ、688基、まあ、全国のを調べたんですね。でそのうちの大半523基は明治以降に出た、意外と新しいんだよ、古いものないんだよと。まあ、もちろん古いものは壊れて消えた可能性あるんですけれども、でさらに近代以降に供養の対象となる生き物とか、混流する契機、きっかけっていうもの、あるいは混流する主体というのがどん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 広がってるんだと、多様化してるんだと。で平成になっても87基もどんどんできて、今もどん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 できてるんだと。私が研究している錦鯉っていうのもですね、全日本錦鯉振興会っていうその生産者団体、私その実は名誉顧問というのもやってるんですけど、その錦鯉も私飼ってるんですが、そこでも去年ですね、今年か、錦鯉の供養塔というのを作りました。まあ、どん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 こういうものが立っていくんですね。で動物の霊を意識し何らかの処理を施そうという思考や行為っていうのは、科学的な知見あるいは合理性というのを身につけても決してなくなるものではないということであります。で一般的にこの供養というものにはですね、あくまで一般的ですけども、生き物を殺すことやその死を否定的なものとみなす意識があると言われています。でさらに、いかなる形でもよいからその死を処理しなければならないという意識があるんだと言われています。これ言ってるのは、まあ、民族宗教学者の中村一郎先生という、まあ、この方もちょっともうお亡くなりになりましたけども、その方はですね、自然を利用する、殺す際に生起する負の感情、その正当化あるいは合理化という側面から供養という章に注目している。要するに動物を殺すと罪悪感を感じる、それを解消するために供養をするんだというお考えになるわけです。こういうふうに述べられます。自然と人間の関わりの相対を考えた場合、特に注目されるのは個々の動物や草木など植物に対する殺しを伴う操作、改変の行為をそのような自然界全体に対する人間の負債の感情として受け止める観念のありようではないかと思われる。言い換えると、それは負の感情を人々が日々の生存の中でどのように了解し、どのように正当化していくかという問題であるというふうに述べられています。確かに殺しを伴うですね、行為によって複雑な感情を抱くというのは間違いないです。でその解釈をですね、ある解釈によって正当化したり合理化するという場合が確かにあると思います。しかし世界を見渡した中でですね、この動物を殺すことによっていつも負の感情を持つ、生まれるというのは普遍的で必然的、そして本質的な在り方だろうかと
ということをもう一回問い直したいと。例えば世界にはさまざまな動物植物を利用している人たちがいるわけですね。日本だけじゃありません。当然例えば狩猟採集民と呼ばれているアフリカの人たち、完全に動物をですね、外から取ってくる、あるいは木の実を取ってくるような生活に依存している人たちのがそれを、いわゆる私たちが言う殺すという行為と、殺すという認識と、彼らのいわゆるその動物の命を絶つという行為の認識が果たして全く一緒だと言えるかどうか。いや、実は違うんですね。いろんなところでさまざまな死というのがある。で、我々は殺すという言葉で世界の各国の同じ現象を全て理解します。例えばオーストラリアのアボリジンという先住民が何かを動物の命を絶つと、それを日本語に翻訳すると殺すということ。中国でも家畜を命を絶つと、日本人はそれを殺すという、いわゆる殺すという言葉です。普遍的な現象として世界のさまざまな動物の命を絶つということを説明してしまうんだ。で、それを説明してしまうと、全てそれをやっている人たちが同じ感覚で殺すものを受け止めているという誤解に陥りやすい。だからこれは英語のキルという言葉でも同じことが言えるわけですね。それぞれに、多分それぞれの文化の中にこの殺すという行為と言葉が埋め込まれているんだと。で、これは実は狭く日本に限ってみても、日本の中でもですね、実は必ずしもその殺すということに負の感情を抱いて、あるいは負い目と呵責というのをずっと感じ続けてきたわけではないということであります。それではちょっとそれとは異なる論理っていうのが日本にもかつてあった、最近はもう見られなくなりましたけども、かつてはあったという話、それをこの後やりたいと思います。で、この話をするにあたって、私の昔の一番古いフィールドのお話をやりたいと思います。今から30年ぐらい前ですね、私は本当に大学生の時に最初に行ったフィールドで、現在新潟県の村上市っていうところに併用されました、旧三北町というところです。新潟県の一番、地図もつけませんでしたけど、新潟県の一番北なんですね。山形県との県境、山形県では渥美温泉という渥美株で有名なところがありますが、その南隣になります。そこに三北町というのがありまして、新潟の一番北を流れる一級河川に大川という非常にきれいな川があります。で、この大川というところで私は、18歳の時からですね、卒業論文を書こうと思って、大学1年の時からここに通ってたんですね。で、そこではですね、とても面白い鮭の文化というのがあるんです。鮭というと皆さん非常になんか卑近な鮭の黄身、鮭の黄身を思い浮かべていただいてもいいんですけども、実は動物にはですね、いろんな文化を複雑に持っている動物と、あまり持っていない動物というのがいるんですね。で、鮭はいろんな文化というか複雑な文化を持っている、特異的、多分日本の魚の中で、いわゆる口承文芸、神話とか伝説、さらに儀礼、そしていろんな社会システム、鮭をめぐるですね、資源管理のシステムとか、そういうものを持っている動物といえば、多分魚の中では最も豊富なものを持っている動物だと言えると思います。で、ここを調査した最大の理由は、非常に古臭い漁法が残ってた、あるいは残ってる、今もやってるんですね、現在もやっています。コド漁という漁をやっています。皆さんこれちょっと分かりづらいですかね。川の中にですね、いわゆる箱状のものを置いて、そこの中に鮭が入ってきて、そこの中に鮭をかき取る、これ自体は鮭をこう獲得する仕組みはないんですけども、人がこの中に入ってきたのを取るという、そういうものをコドというふうな漁法であります。この図がちょっとまだ分かりやすいかもしれない、ちょっと簡単な図ですけども、こういう箱状になってて、こっちが下流ですね、こっちが上流、もうちょっと今の季節になると、こういうふうに川岸にたくさんのコド、今ちょっと簡略化された形になってますけど、ができるんですが、で、このコドの古いタイプのものでいうと、下流から鮭がこう登ってきます。あ、疲れたなって言って、この中、なんか影があるって言って、入ろうって言って入ってくるわけです。で、そのままだったらこれ出ていくんですね。で、ただ鮭が入って中で休むというだけですね。で、鮭をうまく入れるように、こう上の流れをですね、きちっとせき止めるんじゃなくて、微妙に流れを入れるために、ここにエビス食いという重要な杭をちょっと傾けて打つんですね。そうすると流れ、ここをうまく調節することによって、鮭が上手に入るか入らないかというのが決まります。で、さらにここの上にですね、身窓と柿窓というのがあります。で、漁師さんたちはこの上に来て、もちろん静かに来なきゃダメですね、静かに来て、この身窓をこっそり開けるんですね。そうするといたら、いたいたいたって言って、鍵、いわゆるこうフックをですね、ここの柿窓から入れて、スーッと入れて、ガラッと引っかいて取る、この失礼、ですね、こういう感じでやるわけです。覗いているところですね。
この時は言いませんでしたからその後あいねえって言って、出てくるだけなんですけど、こういう形で漁をしていくわけです。でこの漁なかなか伝統的な漁で、これ東北のですね、山形県の沿岸から新潟のこの三福ちょっと南ぐらいまで、かつては存在したらしいです。現在ここしかなくてですね、非常に興味があったんでこれを調査してたわけですね、まあ、でここで私は卒業論文を書いたんですけども、でここを調査していく中ある面白い体験をしました。まあ、面白い体験というか、まあ、結構こう印象に残る体験をしたんですね。30年ほどその前にその知り合いの日頃から面倒を見てもらっている年老いたまあ漁師さんにお願いして、まあ、漁師さんたちは鮭漁をやるときには近在のですね小屋に泊まるんですね。で小屋に泊まる中で、その一緒に泊めてもらって漁をずっと見せてもらったんです。で2時間に10、まあ、年老いですから大体まあ寒いんで夜中2時間おきぐらいに起きて、まあ、10分から見て、あいたいねえとか言いながらやってくるんですね。である時に私一緒にいる時に、まあ、見回りから帰ってきた時に、あもうダメだ今日はいねえやって言って小屋に戻ってきて、でその時ものすごく寒かったんですね。 でも小屋の中は薪ストーブがあってとても暖かいんですけれども、あ外から寒い寒い寒いって言って帰ってくる。でその時にその寒さで思い出したんでしょうか、若い頃の経験を話してくれたんです。若い頃放漁の時は一晩に 100匹以上の鮭が取ることもあったんだぞと、まあ、今はそんなことねえけどなと、でそんな晩には寒いもの忘れて、今晩みたいな寒いもの忘れて、次は次へと遡ってくる鮭を引っかいて岸に上げては暴れないように棒で頭を叩き殺した。鮭の頭を叩き殺すというのはここだけじゃなくて、これ結構普遍的にあることでありますので、決してこの人たちが、特に残酷なことをしているというわけではありません。全国どこでもやっていることであります。鮭は叩かないと大変なことになってますね。結構身が傷んだりしますので、でそれで、まあ、すぐに次の鮭に、あまた来た、トントントン引っかいて、わトントントンってやった。で最初は鮭を取るのに夢中になってたんですけども、しかしふと気づくとですね、自分の身の回りに頭から血を流した鮭がゴロゴロゴロと並び、あっと気づいたらしいですね。でそんな時は冬の寒さ以上に薄ら寒い、まあ、気持ちの悪い感じがして、まあ、まさに彼はその時この言葉を使ったんですが、殺生をしていることを実感したんですね。あ俺は殺生をしてんだなって。でその後彼はまたさらに一言つぶやいたんです。こう言ったんですね。まあ恵比寿様に備えるんだから仕方がねえっていうふうに言ったんですね。ただまあこういう語りをするんですけど、日頃ですね、まあ、私がずっと付き合った時にはもう鮭が登ってきたらもう平気で引っかいて、おお殺した、ほらこの後大きいやつだぞとみんなにも自慢する、単純なそういう鮭漁の行為をやってきたとか、そういうなんていうかな、殺しに対する恐れっていうのをどことなく持ってたことに私はちょっと驚かされたわけであります。で彼のこの複雑な心境というのは特定の宗教によって、生起したものではない、特定の宗教を信じている方でもありません。ただ殺すというですね、至って単純な声の中に突然ボンと湧き上がってきたんです。で殺生という言葉を彼は使いましたけれども、これは仏教の誤解の中の不殺生戒というものが来たという言葉であるのかと当然彼は知りません。一般的な殺生ということで、世界に彼がいわゆる信仰心が厚いという人でもないし、臆病ではない、いや豪放来楽でむしろ有名な人でした。それにそのような恐れにも似た心がですね、またこの殺生という意識というのがいつも彼が持っていたけどそうじゃない、時々そう思い出してしまう、時々感じてしまう、そういうものだったんですね。で彼はこの数多くの鮭の魚体、まあ、それと滴り落ちる血というのをですね、たまたま眺めた時に彼の心の中にいきなりそれが湧いてきたんです。その若い子がですね、でその非日常的な感情を説明する時に恵比寿様という名前をとっさに持ち出したんです。で実はこの恵比寿様というのが彼が鮭を、まあ、いわゆる私たちが今言う殺す行為と非常に密接に関わっているんですね。でそれは実は仏教的な供養とは異なるわけですけども、恵比寿様って皆さんご存知だと思います。恵比寿神ですね、日本の代表的な漁業神、海の漁師さんでよく信じまして、あと今商業の神様、七福神の中にも入ってますね。ただこの恵比寿様ってちょっと変わった神様で、今日はそのお話はしませんけど、かなり変わった神様です。どう変わったかちょっとお話しませんが、まあ、ここでも普通のいわゆる神社にいる恵比寿様と違うような信仰、非常に在地的なんですね。そういうような信仰をされています。在地的ですけども非常に身近な神様であります。でこの恵比寿様を、恵比寿神をめぐる鮭の回帰の説明体系っていうのは、実は彼らが先ほどなんで恵比寿様に備えるか仕方がねえって言った時、それはその言葉はですね、後からはっきりと分かったんですけど、ああなるほどと、実は鮭っていうのは恵比寿様というものでいわゆる支配されて回帰してくれるという感覚が彼らの中にあるんだということが分かったんです。でその鮭漁師たち、彼そのおじいさんだけじゃなくていろんな人がですね、幾度に次のような語り口で言うんですね。
まあ、今あまりもう言わなくなりました。私が逆に教えてるんですけども、地元の人に、鮭は各家のエビス様に備えるために川を登ってくるんだっていう幾度にみんなが言ってたんです。皆さん、鮭はなんで川に登ってくるかご存知ですよね。当然、産卵するために登ってくるわけです。でそういうですね、いわゆる科学的に明らかにされている回遊魚としての鮭の生態について当然地元の人たちも知っています。鮭が産卵のために登るくらいは当たり前知ってます。彼らはあの人工孵化もやりますから、当然知ってるわけです。しかしそれとはまた別のですね、いわゆる科学的な、遡ってくると回帰の科学的説明とは別に、いわゆる在地の信仰的な関連的な体系というのを持って、鮭漁というのを位置づけているわけです。でさらにですね、この大川の人たちはもう一つの定型の語り、これも幾度に語ってたんですけど、海から川を登ってきた鮭はあらかじめ備えられる家が決まってるんだというふうにですね、簡単に言うと、先ほどコドっていうのがあると言いましたけど、コドの中にすぐそばにいて取れそうなのがいてもですね、取れないことがある、あるいは遠くにいても取れることがあるんですね。遠くにいても取れるのっていうのは、要するに自分ちのエビス様に備えるように来てるから、もうどんなに遠くても取れるんだと。で近くにいても取れないときて、あ、これってよそのうちのエビス様に備えられるために来てんだなっていうふうな説明をするわけです。でそのためにですね、彼らはですね、鮭には下駄印がついているという表現もするんでね、下駄印っていうのは、家の家紋みたいなものですけど、いわゆる農具とかですね、まあ、あのみんなが村に住んでいると同じような桑とか似たようなものですから、それに区別するためにマークをつけるんです。これ山笠につけているマークですけども、こういうふうなんですね、これを下駄印と言います。これが鮭についているんだというふうなお話を言うわけです。でこういう伝承的な語りというのは、鮭に人知を超えた関連的な力が作用すると彼らが考えているはゆえかなんですけども、さらにこの三北の大川の面白いのは、単なるこういうのがいわゆる交渉の語りでなくて、実際に彼らは鮭漁の中でそれを見事に具現化していく。もうちょっと強調していくと、鮭漁はエビス神、エビス様をめぐる世界観、儀礼的世界に裏付けられる行為だと。もっと極端に言うと、鮭漁は儀礼であると見えてしまうんです。で鮭漁って皆さん何度も言いますか、いわゆる経済的活動、鮭の肉を得てお金に変える、あるいは自分たちで食べるという経済的な活動なんですけれども、実はそうじゃなくて、まあ、そうじゃ、もちろんその側面もあるんですが、実は鮭の時代も一種の儀礼であり、鮭の回帰の説明体系っていうのは実は一つの神話で、鮭漁という実意的行為はもう、鮭漁はもう実は神事で、鮭漁師は神主、司祭、宗教者と言っていいんだと、いうことです。例えばですね、先ほどお話した古道のですね、ここにエビス食いっていうのがあるというふうに話しました。このエビス食いで、流れが決まって鮭が入るかどうか決まるというんですけども、ここのエビス食いっていうのは実際、鮭のさまざまな儀礼の祭壇、あるいは神の依り代的な意味になっているんですね。で例えば大助康助の日という、鮭を禁漁にする化け物が登ってくるという日があるんですが、その時はここにですね、唐子餅をお餅を備えたりします。ここにですね、そういう祭壇的な。でもっと大事なのが、この日常の鮭漁の中でも、例えば古道始めという古道の制作が完了して一番最初にやる儀礼ですけども、その時はこのエビス食いにですね、紅白の水引きでお札を巻きつけるんですね。これはずっと最後まで巻きつけっぱなしにします。でさらに鮭を取る鍵フックにもですね、このエビス様のお札を巻き、そして川の中にですね、おい鮭、登ってこいよと言って、川の中にお札を流すんです。こういうふうにですね、エビス様のお札を巻くんですね。おみきをかけてますからちょっと濡れてますけれども、エビス様のお札がエビス食いに抱えている特別な場所になっているわけです。さらに、鮭はその小洞に入ってきます。そこからかき取られると棒で、先ほど言ったように叩き殺されます。その棒のことをここではナウチ棒と呼ぶんですけれども、ここの地域の人たちはこのナウチ棒は五兵の形につくものだと言って、使用しないときは家のエビス様の祭壇に備えるんですね。それさらにですね、鮭を叩き殺すときに、まあ、今は実はもう知ってる人はあんまりいないんですけど、おエビス、おエビス、おエビスと言いながら叩き殺すんです。実はここだけじゃなくて、東北一帯にですね、日本海側です、日本海側一帯にこの棒の文化は実は広がっています。山形県だとこれをエビス棒と、直接棒にエビスの名前がついていると思いますが、まあ、こういうふうなおエビス、おエビスって言うんですね。ちょっとお話ずれますけど、この棒、魚をですね叩き殺す、特に鮭を叩き殺す棒っていうのは、ずっと北海道から北太平洋沿岸のアメリカの先住民のところまで似たような文化があります。これはアイヌの鮭を叩く棒、イサッパキクニ、イサッパキンニと言います。まあ、大体イサッパキクニというふうに呼ばれる、一つの儀礼的な、これもいろんな伝説神話がここにあります。さらに北太平洋のですね、カナダ側のいわゆる先住民であるチムシャンという人たちは、
これは鮭でないです。鮭にもちろんあるんですが、鮭だけじゃなくてハリバットというおひょうですね。あとこっちのシーライオンというのはアシカ、それを叩き殺すときに使う棒ですけども、非常に神話的な世界が広がって、まあ、要するにいわゆる玉送りの儀礼なんですね。要するに、殺すという行為が、殺すと言わずに魂を送るんだという、そういう神話がずっと広がって、まあ、その一部と今日のも考えられるんですけども、でさらに、まあ、元に戻りますけれども、この三福の絵では、恵比寿様の神棚に必ず備えなきゃいけない。両小屋の中ですね、こういう小戸小屋っていうのがあるんですけども、小戸小屋の中にはこういう恵比寿様がいます。そこに下に備えます。で恵比寿小屋、料理とかすると必ず恵比寿様に備えてきます。でさらにというか、この小戸小屋っていうのは古くはですね、これ明治時代の文献に残ってるんですけども、古くはさっきみたいな小屋じゃなくて、こういう掘ったて小屋だったんですね。掘ったて小屋のここに実は杭があって、ここに大事な杭をやっぱり恵比寿杭と呼ばれて、この掘ったて小屋の時はそこに鮭を備えた。そしてさらに小屋から今度は家に持って帰ります。家に帰っていくと、彼はこういうふうにですね、鮭は恵比寿様に備えないと食っちゃなんねえんだと。要するに恵比寿様のおこぼれを、まあ、お下がりをいただくよという感じですね。まあ、こういう感じになるわけです。まあ、鮭を備えて食べる。そして料理するとですね、また入念なことに鮭の一のひれという胸びれのところをもう一回恵比寿様に備えるんだという形で、もうしつこいほどというか、まあ、ちょっととにかく入念に鮭と接触させる、鮭と恵比寿様を接触させるんですね。これは先ほど言った鮭は各家の恵比寿様の神棚に備えるために川を登ってくるといった語りをですね、体現していく。要するに遥か遠くの海からですね、それぞれの家に登ってくるっていうことを目指してくるときに、川に恵比寿様のお札を流したり、恵比寿様のお札を恵比寿につけたりする。それが目印になるんですね。でそれで別世界にいる鮭がそれを目当てとしてやってきて、自分が備えられるべき家を探していく、あるいは、取ってくれる人、いわゆる鮭漁師を探していくわけです。で鮭漁師のところ、あ、この恵比寿様に行くんだなって鮭は来て、そしてそれを、まあ、殴って殺されて、恵比寿様の名前で殺されて、だんだんと恵比寿様に近づいていく、まあ、そういうお話になっているわけです。でこれはいわゆる神と人間と動物という三者の関係性を説明したものと言えると思います。でその中で鮭と恵比寿神の交渉の仲介者として、鮭漁師、いわゆる人間が位置づけられるんですね。鮭を恵比寿神へと導くことが鮭漁の役割なんです。で鮭漁は恵比寿神に備えられたいという鮭の願望を叶えることなんです。鮭の願望を叶えてやっとですね、人間がその糧を得られる。ですからこれその説明体系の中では、殺すという行為、また死という状況が別のやり方で表現されていると。いわゆる殺すというのはですね、殺すんじゃない、鮭の望みに従って恵比寿神に導いているだけだと。鮭は死んでんじゃないと、鮭の本懐を遂げてんだと。これ単なる言い換えではなくて、そしてなおかつこの罪悪感を解消するためじゃなくて、これは単純に言えば本当に自然、人間、超自然の全体系、我々が知らないような自然との付き合い方、そこにある神観念というものを表現したに過ぎないわけです。別にこれ、この言葉で、自分たちの行為を正当化している、そういうものではきっとない。普通に説明している。でこういうものをですね、否定的に捉えるっていうのは、実はこういうものに殺すというものを意識するのは、もしかしたら私たちのような現代人、自然とこの自然、人間、超自然系の全体が切り離されたところにいるような私たち、そういう人たちの偏見である可能性があるというわけです。ただこの地域にも実は供養というのがありまして、供養というのを当然知っているわけですね。千本供養塔みたいなのをやっているわけです。で、まあ、供養という観念はもともとあったわけですけれども、だからこそ彼は時折、あ、俺殺生してるんだなみたいなものが入ってくる。正直言って、先ほど言ったような神話的な体系で鮭漁をやっている人たちの中には、もうずっと昔から日本に伝わっている供養という観念も同時に集合したり服装したりしている、いわゆるシンクレティズムと言いますけども、もう混じり合っているっていうのが実際の現実だと思います。でさっきちょっとご紹介した中村郁夫さんっていう方がですね、実は面白い文化の表現をしてですね、釘の文化と供養の文化があるんだと。で動物を殺す罪の意識を解決する方法で人類の文化は2つに対別できる、まあ、実はこれが混じり合ってっていうのが現実なんですけども、釘の文化というのは動物を神との関連で読み解く文化、供養の文化というのは人間と同じように先ほど言った動物の擬人化で、弔う文化である。でそういう意味においては、先ほどの鮭の恵比寿様の神話というのはこっちの釘の文化に当てはまる。しかしその背景にはさらにこの供養の文化というのもあるんだと。そして現在なおかつこの供養の文化というのがどんどん増幅されていくという現実であります。ただ、まあ、この供養の文化ではもともと日本でかなり古い時代に入ってきます。古代からいわゆる中国系の大乗仏教のいわゆる摂政在行観、摂政は罪であるというのは
古代から入ってますね。でそれを律令国家が利用して、まあ、政治的に、まあ、禁断にするわけですけど、いわゆる呪術的に利用していく、まあ、国家的価値として導入し、それが地方にどんどんもう古い時代から広まっています。でそれが、いわゆる罪であるというものが日本中に広がって、それが日本人の持っている自然観としてよく語られるわけです。でなおかつ現在今ですね、我々動物の権利とか、動物にも権利がある、人間と同じような権利がある、あるいは動物の福祉というのを考える社会になってきました。そういう中で人間と動物の距離が縮められています。供養以外のところで動物がいわゆる擬人化されていくという状況、その中で要するに供養という文化はですね、そういう状況と非常に神話的な状況です。でそういう神話的な状況の中で殺しを負のものとし、死を忌み嫌うというですね、私たちの現代人の死はいけないものだ、殺しはいけないものだとしていくような眼差しが強化されている、そういうことが言えるんじゃないかと思います。でさらに環境思想とともに一緒に並行していく環境、動物を尊重する思想と並行して環境共生思想というのがありますね。日本人とのこの供養の文化は日本人と動物との共生思想を体現した世界的な珍しい優れた日本が誇るべき本質的文化だというような言い方をする人も出てきちゃってます。例えばですね、まあ、ある環境宗教学者は、我が国では供養という術語が仏教によってもたらされるはるか昔から継続的に行われたサライであると考えられてして、まあ、この日本的共生、思考を肯定して日本的な環境共生の道を継承再生するのに不摂生界と供養の伝統は有効であると呼べる人もいるんです。しかしですね、このか日本人にとって非常に甘いこの言葉っていうのは、人間の利益のために自然界を利用し破壊してきた西洋文化とは違って、日本人は古来自然と人間と自然の共生を実現したという、まあ、俗人に入りやすい文化ナショナリズムの域を超えないということが言えると思います。今私たちはこの供養の文化から説明されるようないわゆる負の意味を帯びた動物の殺しとかですね、あるいは、避けられる死というもののイデオロギーとは違うものが日本にもですね、普通の当たり前の殺しと死というのがあったんだということをやはり認識すべきだと思います。さらにこの当たり前であったはずの殺しと死が今この時代供養ということによって負の意味と規制を帯びさせられているということに気づかなければなりません。最後にこのいわゆる供養というものが、生み出す、まあ、供養は先ほどお話ししましたけど両面的な意味があると言いますが、まあ、負の側面というのをちょっとお話ししたいと思います。ここで殺すことは罪かということを言うんですけども、いわゆる動物の供養というのがもしですね、人間の負債の感情に根ざし、さらにその罪悪感を解消してくれるというものだとすると全く逆のことも言えるんじゃないか。供養があるから、あるいは供養の背景にある我々の感覚が動物を殺していることを罪だと思わせてしまうんじゃないか、そういうお話なんです。でこの動物をめぐる殺しが最も切実な問題として浮かび上がる場面が現代日本社会において、いわゆる食肉処理の場面であります。で食肉処理の世界はいわゆる負の眼差し、いわゆる否定的な眼差し、あるいは差別的な眼差しによって見つめられてきた。そしてそこで働く人々がいわゆるなき不当な差別にあえてきたということは皆さんご存知なことだと思います。でその途上社会、まあ、途上世界のですね、社会的問題を考究した社会学者の桜井敦さんが、まあ、新しい視点を出してるんですけども、まあ、今日はこの途上という、現在この途上というのを、途という字はやっぱり差別的なのでひらがなに開くことがありますが、まあ、桜井さんの研究で、まあ、出版本の署名でもこれ使われてますので今日はこの漢字で表現したいと思いますけども、桜井さんはですね、この横浜の食肉市場というのを取り扱いました。通常途上というのは皆さんの目に触れないところにあると思います。皆さんも実は東京の肉はどこで作られているかというのはご存じない方もいらっしゃるかと思います。品川の港南口に東京の食肉処理場があります。オフィス街のきれいなところにきれいな建物でありますが、通常の途上はですね、一般的に偏僻なところに建てられていく、あるいは塀を高くして見えなくするということなんですね。要するに晒さないようにする。しかしですね、この横浜途上の労組労働組合の方々の求めでですね、普通の高さにしなさいと、いわゆる途上であることを隠す必要はもうないんだということを彼らは選択したわけです。でさらに彼らはですね、一般的に言われている食肉処理の作業の意味付けっていうのに対してもある批判的対応をします。でどういう対応かというと、先ほど申し上げたように食肉処理っていうのはずっと否定的に扱われてきた、そうじゃなくてそれを肯定化する語りでですね、命をもらって命を生かす仕事なんだという言い方がある時出てきたんです。私たちは牛を殺している、しかしその牛を食べて私たち人間が生きていける、命をもらって命を生かす、その仕事は大事な仕事なんだという、あえて肯定的に表現するようなことを言ってたんですけども、しかしこのような肯定的なもの、教育とか啓発の言葉にも批判的対応していく。それはなぜかというと、結局ですね、
まあ、子どもたちの途上見学みたいなのがあるんですけど、その時にまあ差別を否定する教師の言葉に子どもたちは敏感に反応してくる。そして途上で働く人々に感謝の言葉を綴ることが、こういうお決まり文句が多いんですよね。誰も従わない仕事をしてくれてありがとう。結局誰も従わないっていうところは何も変わってないわけです。昔だと殺すんじゃない、生かすんだという発想をした時にみんなに受けが良かったが、それは殺すということから目を背けることであり、生かしてるんだという言い方に逃げることだということにこの人たちは気づいたということです。そういう中で全国各地の途上にほぼ例外なくあるこの蓄魂碑という供養塔が、まあ必ずあると言っていいんですけども、それを自らの意識撤去するということを横浜はやったんですね。彼らは気づいたんです。供養という自らを無意識に呪縛した思考をやっぱり拒絶しようと。でこの蓄魂碑に書いて1枚の掲示板が立てられました。その内容はこういう内容です。食肉市場で土地される牛がかわいそうだという心情は、畜産農家からお肉屋さんまで食肉に関わる人をとりわけ直接土地の仕事をする人をかわいそうなことをする人と決めつことに通じかねず、結果それらの人々やその家族を深く傷つけることになります。過剰な感情移入や人と命と動物の命を同じに見てしまう、いわゆる擬人化してしまう、そういう思い込みやこだわりがこうした意識や心情を作り、偏見や差別に結びついたということが分かってきましたということです。これはその実際に携わっている人たちが自らの運動あるいは自らの生活の中で身につけた考え方です。動物の供養がですね、動物の殺しを罪とし、それによって人間に不才の感情を植え付ける説明回路の上に成り立ってんだということを彼らは見抜いたわけですね。でそのためにこの蓄魂碑という供養塔を撤去し、その罪を生み出す説明回路を遮断した。要するに供養はもうやらないと、すなわち動物の殺しというのをですね、死をあるいは死というものをですね、特殊なこと特別なこととせずに当たり前の行為として認識し、それがあれば当たり前の風景として変化させる、そういう試みを今やり始めているということであります。まあこういうことがやられているということです。まあ供養という問題をめぐってさまざまな新しい試みがなされている、まあ一つの面白いというか重要な例だと思います。まああと数分で終わりますので、ちょうど終わりに近づいてました。まあまとめをしたいと思います。以上お話ししたようにですね、日本というのはまあ供養の仏教というのがこう広がってますから、一つのこう供養というのがこう全てを支配しているように見えるんですけども、実はそれとは別の説明体系を持つような釘の文化というものが存在した。それが今日お話した鮭漁のお話になるわけです。で、まあ、それとともに供養の文化というのがあり、それがこう服装していく集合していく、そういうのが一つの現実であるということです。ただ正直申し上げて、この釘の文化というのはですね、どん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 なくなっています。供養の文化、まあ、別に供養の文化がなぜこんな力を持つのか私はよくわからないんですけど、釘の方は人と動物と神をですね、結びつけて考える思考、先ほどの恵比寿神のような信仰っていうのはもうほとんど聞くことができなくなっていると思います。一方この供養の文化っていうのは今まさに増幅してるんですね。これは単純にこの仏教関係者とかいう宗教者のみならず、動物に関わる産業とか環境思想家とか、あるいは私たちのような自然を研究するような研究者、そういう人たちによって新しい読み替えというか価値づけがなされている。で、これまでとは異なった文脈の中で再生産がされているということであります。で、近現代にかけては供養の文化の再拡大期、まあ、古代に入ってきてどんどん拡大していくんですけども、さらに拡大している、そういう時期であると言えると思います。で、今我々供養というものを、例えばペットですね、ペットロスという皆さんご存知だと思います。ペットが失っていく、ペットを人間のように扱えば扱うほど自分の親族に近くなり、なおかつそれを失った時の感覚というのは自分の親しい人が亡くなったと同じように受け止めてしまって、まあ、心の精神的なダメージを受けてしまう。それを癒すような時にはこの供養っていうのは有効に働くのかもしれません。しかし一方ですね、この現代人ではこの動物の殺しや先ほど直接殺すというような局面が必要にもかかわらず、そういう殺しとか死の恐れから自由になれたかというと、実はそうではないわけです。何度も言いますけど、供養によって救われる人はたくさんいる。しかしですね、やはりこの供養というのを一面的に肯定することはできないだろうということです。で、供養というのはある面において、全てではないです、これは何回も繰り返しますけど、供養はある面において動物を殺すことが人間の負債である、あるいは逃れがたき罪であると、もう前提としてそういうものを位置づける危険性、そういう説明回路を、まあ、陰微な限りの中に、まあ、埋め込めて温存していく、そういう可能性があるということです。まあ、そういう危うさを私たちは
見過ごしてはならないというふうに思います。時間になりましたので、今日私の講義はこれにて終わらせていただきたいと思います。それではご清聴ありがとうございました。